進化する時空と重力の正体。相対性理論の探求は、時間が物体の運動を通じてどのように現れるかという問いから始まります。ガリレオが見出した相対性原理、すなわち等速直線運動をする限り物理法則は不変であるという考えが、これまでの議論の基盤となっています。この原理は、運動する物体や観測者の速度に関わらず物理法則が変わらないことを示しており、特殊相対性理論の出発点となりました。特殊相対性理論は、この相対性原理とマックスウェルの電磁理論を組み合わせ、高速度が観測者の運動状態に依存しないという画期的な高速度不変の原理を導き出しました。これにより、3次元の空間と時間を別々に考える従来の視点は、4次元時空内での運動という新しい枠組みに置き換えられました。この新しい視点では、空間方向の移動も時間の経過の一部として理解されるようになり、時間と空間の関係性に革命的な変化をもたらしました。相対性理論は2つの主要な部分に分けられます。1つ目は、アルベルト・アインシュタインによって1905年に提唱された特殊相対性理論で、これは光の速度がどの参照系から見ても一定であるという観察に基づいています。特殊相対性理論は、等速直線運動する系、完成系に限定されており、時間と空間の間には相対的な関係があることを示しました。つまり、時間は観測者の運動状態によって異なる速さで流れることがあるということです。しかし、特殊相対性理論には限界があります。それは、等速直線運動に限られるという点です。自然界の多くの運動は実際には加速運動であり、例えば地球上での私たちの立ち姿も自転する地球による加速運動の影響を受けています。ここで一般相対性理論が登場します。アインシュタインは1915年にこの理論を発表し、加速運動を含む全ての運動状態に適用可能な相対性原理を提案しました。一般相対性理論は、重力を含めた物理法則がどのような参照系から見ても一貫性を持つという考えに基づいています。この理論は、重力が実際には質量が時間と空間の構造を曲げることによって生じる効果であるという画期的な視点を提供しました。一般相対性理論によれば、大きな質量を持つ物体、例えば地球や太陽は、その周囲の時空を曲げ、他の物体がその曲がった時空を通って移動する際に、我々が重力と呼んでいる力を感じることになります。この理論は、宇宙の大規模な構造やブラックホール、重力波など様々な現象の説明に不可欠です。要するに、特殊相対性理論が時間と空間の相対性を明らかにしたのに対し、一般相対性理論は、その原理を全ての運動状態に拡張し、重力の本質を時空の曲率として説明することで、我々の宇宙に対する理解を一新しました。この理論は、宇宙がどのように機能するかについての我々の理解を根本的に変え、現代物理学の基礎の一つとなっています。慣性力とは何か。慣性力は、加速する参照系、例えば加速する電車内から観察した際に、静止または等速直線運動をしている物体に作用しているように見える力です。実際には、外部から作用される力ではなく、加速によって生じる見かけの力です。加速する電車の例を考えます。電車が加速する場合、電車内のボールは慣性の法則に従って加速していないかのように振る舞います。つまり、電車が前方に加速すると、ボールは後方に移動するように見えます。これは、ボールが実際に後方に加速するわけではなく、電車がボールを追い越して加速するためです。観察者の立場について考えてみましょう。電車の外にいる観察者 A さんと、電車内で加速している観察者 B さんでは、ボールの挙動が異なって見えます。 A さんにとって、ボールは静止しているように見えますが、 B さんにはボールが後方に加速しているように見えます。これは、慣性力の効果によるもので、実際には B さんとボールの相対的な加速による見かけの現象です。一般相対性原理との関連はどうでしょうか。この現象は、一般相対性原理に挑戦するものと捉えられることがあります。
この原理は慣性系でも加速系でも物理法則は変わらないというものです。しかし加速する電車内での慣性力の存在は異なる参照系で物理現象が異なって見えることを示しています。これにより慣性力をどのように理解し物理法則の普遍性と整合させるかが問題になります。慣性力の本質とは何でしょうか。慣性力は物体の質量と直接関連しています。物体に作用する慣性力はその物体の質量に比例します。これは物体が加速度を受ける際にその加速度に比例する力が物体に作用するという運動方程式から導かれます。質量が大きい物体ほど加速に対する抵抗が大きく、その結果として大きな慣性力が現れます。つまり加速系、例えば加速する電車内での物理現象は慣性系、静止または等速直線運動している系と異なるように見えるかもしれませんが、これは観察者の立場に依存する見かけの違いです。慣性力は物体の慣性に基づいていますが、物理法則自体は変わりません。このように慣性力の理解は相対性理論と物理法則の普遍性を理解する上で重要な役割を果たします。重力と慣性系、光の挙動による再考察。慣性系は物体が外部から力を受けていないとき、静止しているか等速直線運動を続ける系のことを言います。これに対し加速系は物体が加速運動をしている系を指します。地球上での静止状態が慣性系であるというのがこれまでの常識でした。しかし重力と慣性力が本質的に同じであるという観点から考えると、地球上での静止状態は加速系であるとみなされます。これは地上で感じる重力が実際には加速による慣性力と同一であることを意味しています。これが受け入れがたい混乱を引き起こしますが、科学では直感や常識ではなく実験による検証が重視されます。光の挙動、特に高速度普遍の原理は慣性系を判定する鍵です。特殊相対性理論では慣性系内での光の速度は一定であるとされています。地球上の静止状態と自由落下状態のどちらが慣性系であるかを検証するには、光の挙動を観察する実験が有効です。提案された実験は、地上の建物内で光パルスを1秒間隔で天井に向けて発信し、その時間間隔を天井で測定するものです。この実験は地上での静止状態が慣性系である場合、光の速度は一定であり、光パルスの間隔は1秒として観測されるはずです。床と天井の相対速度がゼロであれば、特殊相対性理論による時間の遅れは生じないため、理論上は床での1秒は天井で測定しても1秒となります。しかしこの実験を通じて高速度普遍の原理が地上の静止状態で成り立つかどうかを検証することができます。つまり地球上の静止状態が真の慣性系であるかについて再考を促し、光の挙動を用いて物理法則の普遍性を探求する試みです。実験を通じて科学的な検証を行うことの重要性を強調し、特に高速度普遍の原理が中心的な役割を果たすことを示しています。この種の実験は科学者たちによって何度も行われており、その結果は一貫して特殊相対性理論の予測を支持しています。このような考察は物理学の基本原理を理解し、我々の世界観を深めるのに役立ちます。重力と慣性力の本質的な同一性。重力と慣性力の同一性に関する議論は物理学における根本的な概念の一つです。この概念を理解するためにはガリレオの落下の法則から出発することが有効です。ガリレオは空気抵抗がない状況下では全ての物体が地面に向かって同じ加速度で落下することを発見しました。この発見は重力が物体の質量に関わらず全ての物体に等しく作用することを示しています。つまり軽い物体も重い物体も空気抵抗が無視できる状況では同じ速さで落下します。この法則は重力がどの物体にも等しく作用するという事実を浮き彫りにし、重力が質量に比例する力であることを意味します。
この現象は加速する系内で観測される慣性力と密接に関連しています。例えば加速する車内で立っている人は車が急加速すると後ろに引っ張られるように感じます。これは車内の人が加速度に対して抵抗を示す慣性の結果であり、その人に働く慣性力は質量に比例します。この慣性力は重力と同様に質量に比例する力として理解できます。この類似性はアインシュタインの一般相対性理論における重要な原理、すなわち重力と慣性力の等価性の原理へとつながります。アインシュタインは重力が質量に比例するという事実と慣性力が加速する参照系内で質量に比例して現れるという事実の間の深い関連性を指摘しました。一般相対性理論では重力は物体が質量によって曲げられた時空を通る際に経験する曲線運動として説明されます。これにより加速する参照系における慣性力と重力場内での物体の運動が等価であることが示されます。例として宇宙船が宇宙空間で加速するとき、宇宙船内の物体は宇宙船の後部に押し付けられます。この現象は地球上で物体が重力によって地面に引きつけられるのと非常に似ています。この等価性は実験的にも観測される慣性力と重力の振る舞いの類似性を通じて我々の宇宙における重力の本質を深く理解するための鍵となります。重力と慣性力の同一性に関するこの理解は現代物理学の基礎となっており、重力を時空の幾何学的な性質として解釈することで重力と加速の関係を新たな視点から捉え直すことを可能にしています。この原理は物理学の様々な分野で重要な役割を果たし、宇宙の最も根本的な法則についての我々の理解を形作っています。重力の相対性を理解するためにエレベーターのワイヤーが切れた状況を想像することは非常に有効です。この想像実験ではエレベーターとその中にある全ての物体が地球の重力によって同じ加速度で落下します。エレベーター内部からこの状況を観察すると、エレベーター内の物体が浮いているように見える現象に直面します。これはエレベーター内の観測者にとっては重力が作用していないように感じられるためです。この現象は重力の相対性、すなわち重力が特定の状況下では慣性力として解釈できることを示しています。エレベーターの中で自由落下している観測者は自分自身や周りの物体が重力の影響を受けずに浮いているように感じますが、これは実際には全ての物体が同じ加速度で落下しているためです。この状況は等価原理という一般相対性理論の基本的な概念に基づいています。等価原理は自由落下する参照系、この場合はエレベーター内では重力の効果が局所的に消えると述べています。これは重力場内で自由に落下する参照系では、重力による加速が参照系の加速によって打ち消されるためです。この原理は重力を単なる力としてではなく時空の曲がりとして理解する一般相対性理論の視点を支持しています。アインシュタインは重力が物質によって時空が曲げられ、物体がこの曲がった時空を通過する際の経路が重力による運動として現れるという理論を提唱しました。エレベーターの例では自由落下する状態が時空の曲がりに沿った自然な経路をたどる運動として解釈されます。この考え方は重力の本質に関する我々の理解を根本から変え、重力と慣性力の間の深い関連性を示しています。エレベーターのワイヤーが切れた状況を通じて、重力の相対性という概念は宇宙の法則を理解する上での重要な洞察を提供します。重力が時空の幾何学的な性質に由来するという一般相対性理論の視点は、物理学における重力の理解を革新的に変えたのです。無重力の経験について考えるとき、日常的な例としてエレベーターの加速や遊園地のフリーフォールアトラクションが挙げられます。これらの状況では自由落下の状態にあるとき、全ての物体が重力から解放されるように感じます。この現象は物理学において非常に興味深い洞察を提供します。特に慣性力が重力と本質的に同じであることを示唆しています。再度エレベーターがワイヤーが切れて自由落下する状況を考えてみましょう。
エレベーター内の人は自分が重力の影響を受けずに浮いているように感じます。この時、エレベーター内のすべての物体も同じ加速度で落下しているため、重力の効果が打ち消され、無重力状態を体験します。同様に、遊園地のフリーフォールアトラクションでは、アトラクションが頂点から落下し始めると、乗っている人は一時的に無重力状態を感じます。この無重力の体験は、重力と慣性力の関係に関する重要な洞察を提供します。自由落下する状態では、重力によって引き起こされる加速度と、その加速による慣性力が互いに打ち消し合い、結果として重力の効果が感じられなくなります。これは慣性力が重力と本質的に同じであること、つまり重力もまた加速する参照系において観察される慣性力の一形態であることを示しています。アインシュタインの一般相対性理論は、この考えをさらに推し進め、重力を物質によって曲がった時空を通る物体の経路として説明します。この理論によれば、自由落下は重力によるものではなく、曲がった時空を通る物体の自然な経路であるとされます。したがって、自由落下する状態での無重力体験は、重力の本質を理解する上での鍵となります。このように、日常生活で経験する無重力の瞬間は、重力と慣性力の深い関係性を理解する上で、非常に示唆に富んだ例となります。宇宙飛行士が国際宇宙ステーションで経験する長期的な無重力状態も同様の原理に基づいていますが、日常的な例を通じても私たちは重力の相対性について深く考える機会を得るのです。重力と慣性力の統一に関する仮説は物理学における重要な進歩の一つです。この考え方は重力と慣性力が本質的に区別できない同一の力であるという視点に立っています。この理論的な枠組みはアインシュタインの一般相対性理論によって形式化され、物理学の理解を大きく前進させました。物理学におけるとりあえず行けるところまで行ってみるという楽観的なアプローチは、新しい理論や仮説を構築する際の基本的な姿勢を示しています。重力と慣性力の統一の考え方も、このような探求心に基づいて発展しました。物理学者たちは、観測される現象の背後にある基本的な原理を理解しようと試み、その過程で重力と慣性力が密接に関連していることを発見しました。重力は質量を持つ物体が互いに引き合う力として長らく認識されてきました。一方、慣性力は加速する参照系内で物体が感じる力として理解されています。例えば、車が急加速するときに、後ろに引っ張られる感覚や、エレベーターが自由落下する際に、無重力状態を感じる現象は、慣性力の効果です。これらの力は、異なるものとして扱われがちですが、一般相対性理論は、これらを統一的な視点から捉え直します。アインシュタインは、重力が単に質量のある物体によって、時空が歪められ、その歪んだ時空を物体が移動する際に感じる効果であると提案しました。この理論によれば、自由落下する物体は重力によって加速されているのではなく、歪んだ時空の中を自然に移動しているに過ぎないのです。つまり、重力と慣性力は時空の構造に対する物体の反応として理解できるのです。この統一的な視点は、重力と慣性力が区別できない同一の力として扱うことを可能にします。この考え方は、物理学の基本的な問いに対する楽観的なアプローチを象徴しています。つまり、現象の背後にある深い原理を探求することで、より統一的で包括的な理論へと進むことができるのです。重力と慣性力の統一は、物理学における理論的な枠組みの発展において、重要な節目となりました。これにより、宇宙の根本的な法則についての、我々の理解が大きく広がりました。慣性力の発生メカニズム。慣性力が発生するメカニズムを理解するには、まず慣性の法則、すなわちニュートンの第一法則に立ち返る必要があります。この法則によれば、外力が作用しない限り、物体は静止状態を続けるか、等速直線運動を続けるとされます。つまり、物体はその運動状態を変えることに対して、抵抗を示します。この現象が、いわゆる慣性です。
慣性力が発生するのは残照系が加速している場合です。例えば、車が急に加速すると、車内の人は後ろに押し付けられるように感じます。これは、車内の人が直接後ろから押されているわけではなく、車が人よりも早く前進しようとするために、人が後ろに残されるように見えるためです。この時、人に働く力、すなわち慣性力は、加速する三象系にいるために感じる力です。慣性力の発生は自分が加速系にいるかどうかを判断する基準になります。つまり周りの物体に慣性力が働いているように見える場合、それは自分自身が加速している、または加速している三象系内にいることを意味します。自由落下するエレベーターの例では、エレベーター内の人は自分や周りの物体が浮いているように感じますが、これはエレベーターとその中のすべてが同じ加速度で落下しているために、重力と等価な慣性力が働いていることを示しています。この理解は、加速系と非加速系、慣性系の物理法則の違いを説明するのにも役立ちます。アインシュタインの相対性理論は、慣性力の存在が加速系における重力の効果と等価であることを示しています。つまり加速する三象系における慣性力の効果は重力場内での物体の挙動と本質的に区別がつかないということです。慣性力が発生するメカニズムとその観測は私たちが自分自身の運動状態を理解し、さらには重力と加速の間の深い関連性について考える上で重要な役割を果たします。この理解を通じて、私たちは加速系と慣性系の違い、およびそれらがどのようにして物理法則と関わっているかについて深く理解することができます。つまり重力と慣性力が同じ力であるという仮説に基づいて、地上で静止している私たちは加速系にいると結論付けます。逆に自由落下状態こそが慣性系であるとします。これは地上で静止している状態を宇宙空間に漂うリンゴと比較することでさらに説明されます。重力と慣性力の間の根本的な同一性を探求し、それが私たちの物理的宇宙における慣性系と加速系の理解にどのように影響を与えるかを考察しました。この考察は物理学の基本原理に対する新しい見方を提供し、私たちが宇宙をどのように理解するかに深い影響を与えます。重力と慣性系、光の実験による探求。地球との相対速度がゼロである状況において、私たちがその物体と同じ慣性系にいるという判断基準は物理学における一般的な考え方に基づいています。慣性系とは外部から力を受けていないか、または等速直線運動をしている系のことを指し、この系内ではニュートンの運動法則がそのまま適用できるとされています。この観点からすると、地上で静止している状態は慣性系にいると考えるのが自然です。しかし、重力と慣性力の同一視という仮説を導入することによって、この一般的な認識に疑問が投げかけられます。この考え方はアインシュタインの一般相対性理論に由来しています。アインシュタインは重力と慣性力が本質的に区別できないという考え、すなわち等価原理を提案しました。等価原理によれば、自由落下するエレベーターの中で感じる無重力状態と宇宙空間での真の無重力状態は区別がつかないとされます。つまり重力による加速と実際の加速運動によって生じる慣性力は、観測者がそれを区別することはできないというのです。この理論に基づくと、地上での静止状態も実際には加速系にいるとみなすことができます。なぜなら、地球の重力は地表にいる私たちを加速していると考えられるからです。地球表面での静止状態は地球によって生成される重力場内での加速運動とみなされ、この加速により慣性力が生じると解釈されるのです。この視点は、重力が単なる力ではなく、質量によって曲げられた時空を通る物体の運動として理解される一般相対性理論の枠組みの中でさらに意味を持ちます。重力を時空の幾何学的な性質として捉えるこの理論では、重力が働く場所、例えば地球表面は時空が曲がっている場所とみなされます。そしてこの曲がった時空を通る運動が、我々が重力と呼ぶ現象を生じさせるのです。
つまり地上での静止状態が実は加速系であるという考え方は、重力と慣性力の本質的な同一性を前提としています。これは我々の宇宙における重力の理解を根底から変えるものであり、物理学の基本原理に対する新たな洞察を提供します。この理論的な枠組みは、重力と時間、空間の関係を再考させ、現代物理学の基礎を形成しています。科学の世界では、仮説が正しいかどうかを判断するために実験による検証が不可欠です。慣性系を理解する上で非常に重要な役割を果たす光の挙動です。特にアルベルト・アインシュタインによって1905年に提唱された特殊相対性理論は、光の速度が観測者の運動状態に関わらず常に一定であるという高速度不変の原理に基づいています。この原理は、光が慣性系内で常に一定の速度で直進することを意味します。慣性系とは、外部から力を受けずに静止しているか、等速直線運動をしている三小系を指します。このような系内では、ニュートンの運動法則がそのまま適用可能です。特殊相対性理論は、慣性系内での光の挙動を説明することに成功していますが、この理論の枠組み内で高速度不変の原理を確認するためには、適切な慣性系を特定する必要があります。地上での静止状態が慣性系であるというのは、我々の日常経験と一致しています。一方で、自由落下状態も慣性系としての条件を満たす可能性があります。これは、自由落下する三小系内では、重力による加速が内部の物体に対して均一に作用し、結果として重力の効果が消えるというアインシュタインの透過原理に基づいています。光の挙動を通じて、これらの状態を検証することは、特殊相対性理論の基本原理を理解する上で非常に重要です。例えば、地上での静止状態で光が一定の速度で進むことを確認できれば、この状態を慣性系とみなすことができます。また、自由落下状態においても、もし光が内部の観測者に対して一定の速度で進むことが確認されれば、自由落下状態もまた慣性系であるということが示されます。光の挙動を検証する実験は、慣性系の本質を理解するための鍵となります。高速度不変の原理は、特殊相対性理論の核心であり、光が慣性系内でどのように振る舞うかを理解することは、時空と物質の相互作用の本質を探ることに直結しています。このように、光の挙動を通じて慣性系を理解する試みは、相対性理論の深い洞察を提供し、物理法則の普遍性に関する我々の理解をさらに進展させるものです。高速度不変の原理を検証するための実験提案は、特殊相対性理論の革新的なアイデアに基づいています。この理論は、光の速度が観測者の運動状態に関係なく常に一定であると主張します。提案された実験では、地上の建物内で床から天井に向けて1秒間隔で光パルスを発信し、その天井での到達時間を測定することで、高速度不変の原理が地上で成り立つかどうかを検証します。この実験の意義は、地上が慣性系であるかどうかを探ることにあります。慣性系では、高速度不変の原理が成立するため、光パルスは等間隔で天井に到達するはずです。床から発せられた光パルスが天井に到達する時間が1秒ごとに一貫していれば、これは地上が慣性系であることを示唆します。逆に、もし時間の遅れやずれが観測されれば、それは地上の静止状態が特殊相対性理論の前提とする慣性系の条件を満たさない可能性を示唆することになります。この実験は、慣性系と加速系の理解に対する既存の常識に挑戦します。重力と慣性力の同一性を考慮すると、地上での静止状態が実際には加速系とみなすべきであるという仮説を立てることができます。この仮説によれば、地上での静止状態は重力による加速が働いている状態と解釈でき、したがって光の挙動を通じた実験的検証は、重力と慣性力の本質的な関連性に関する洞察を深めることにつながります。重力、時間、そして透過原理の探求。重力と慣性力の透過性に関する探求は、物理学における根本的な概念を再考することから始まります。
この理論は重力と慣性力が実際には同じ力であるという前提に立脚しており、アインシュタインの一般相対性理論によって形式化された等価原理に基づいています。等価原理は自由落下状態が真の慣性系であること、そして地上での静止状態が実際には加速系であるという視点を提供します。この理論の核心は、地上での静止状態が実際には地球による重力の影響を受ける上向きに加速している状態とみなすことができるという点にあります。この視点から自由落下状態では重力の効果が内部で打ち消され、真の慣性系として機能すると考えられます。高速度不変の原理とは、特殊相対性理論において光の速度が観測者の運動状態に関わらず一定であるという原理です。この原理に基づき、自由落下状態では光は一定の速度で直進しますが、地上での静止状態、加速系とみなされる、では光が床から天井に向かって移動する間に生じる時間の遅れが観測されます。これは高い位置での時間が低い位置よりも早く進むことを意味し、重力が時間の進み方に影響を与えることを示唆します。この理論は GPS システムの精度に直結する人工衛星の原子時計の動機など、実際の現象を通じて実験的に検証されています。人工衛星が地上よりも時間が早く進むという観測結果は、高度が高いことによる時間の進み方の変化を示し、等価原理の正しさを裏付けています。この一連の検証により、等価原理は仮説から原理へと昇格しました。これは地上が加速系であること、自由落下する状態が真の慣性系であることを意味し、重力と慣性力の本質的な同一性を確立します。この原理は時間の進み方が重力によって異なることを含め、私たちの宇宙に関する根本的な理解を深めるものです。時空の歪みと重力。一般相対性理論を通じて時空と重力の関係を探求し、重力が質量を持つ物体によって曲げられた時空の表現であるという理解を提供しています。この理論は、時間、空間、重力、慣性力の本質についての我々の理解を根本的に変えたものです。まず、慣性系の概念から始めます。慣性系は特殊相対性理論において重要な役割を果たし、時間と空間が一体となって扱われる場所です。慣性系内では時間は空間に直行し、時空はミンコフスキー時空と呼ばれる平面で表現されます。物体の運動はこの時空中を移動する世界線で記述されます。次に固有時間という概念が導入されます。固有時間は観測者自身にとっての時間であり、自分が常に静止しているとみなすことができる時間です。自由落下する観測者は慣性系にいると考えられ、その観測者から見た世界線は固有時間の経過を示します。自由落下する観測者は重力や慣性力を感じません。これは観測者が真の慣性系にいることを意味します。自由落下する観測者から見た時空は平面であり、この平面は地球に近づくにつれて時空がねじれていく様子を示します。時空の歪みは質量を持つ物体、この場合は地球が時空を曲げることによって生じます。地球の重力による自由落下は、実際には地球によって曲げられた時空を通る物体の最短ルート、すなわち時空の中の直線を進むことに他なりません。一般相対性理論では、重力は質量によって曲げられた時空の幾何学的な性質として再解釈されます。重力がある場所では時空が曲がり、この曲がった時空を物体が進むことが重力に惹かれると感じる原因です。一般相対性原理は、観測者の運動状態に関わらず物理法則が不変であるという理想を体現します。慣性系も加速系も物体が時空の最短ルートを進むという事実は変わらず、この理解は慣性力や重力が観測者の視点でどのように表現されるかに依存します。結論として、地球を含む質量を持つすべての物体が時空を曲げる能力を持ち、この時空の曲がり具合が重力の本質であることが示されています。時間の進み方は重力すなわち時空の曲がりによって変化し、一般相対性理論はこの深い関係を明らかにしています。この理論によって我々の宇宙に対する理解が深まり、物理学の新たな地平が開かれました。
一般相対性原理と重力の本質。アインシュタインの一般相対性理論は、時空と重力の本質に関する私たちの理解を根本的に変えました。この理論は、物理法則が観測者の運動状態に関わらず不変であるという一般相対性原理に基づいています。以下、この理論の核心を段階的に解説します。一般相対性原理は、物理法則が観測者の位置や運動状態に依存せず、全宇宙で一貫して適用されるという考え方です。この原理は、観測者がどのような基準形を選んでも、物理法則は変わらないという自由を保障します。地上での生活を考えるとき、私たちは通常、地球を静止した基準とみなし、地球上の時間の流れを基準にします。これは、私たちの日常生活で使用する時間と空間の基準です。自由落下する観測者、例えば地球に向かって落下する人は、時空の中で最も自然な経路、つまり最短ルートを進んでいるとみなされます。この状態は、純粋な時間経過として、観測者によって体験され、実質的に完成形として機能します。しかし、地上にいる私たちから見ると、この自由落下運動は、空間方向への加速運動として観測されます。地上にいる私たちから見た場合、自由落下する観測者が時空の最短ルートを進む様子は重力が働くように見えます。これは重力が時空の構造から生じる現象であることを意味します。時空の歪みによって生じるこの重力は、物体が時空を曲げることによって形成される重力場によって説明されます。アインシュタインは一般相対性理論の発展過程で時空を曲げる現象を数学的に記述するためにリーマン幾何学を採用しました。この理論は時空が物体の重力によってどのように曲げられるかを説明し、重力が実際には時空の幾何学的な性質であることを明らかにしました。結論として一般相対性理論は重力を単なる力ではなく時空の構造に根ざした現象として再解釈しました。これにより重力、時空、物理法則の普遍性に関する我々の理解は大きく変わり、現代物理学の基礎が築かれました。この理論は宇宙の最も根本的な法則に関する私たちの理解を深めることに貢献しています。力と時間の相互作用。私たちの日常経験では、時間は一様に流れ、物体の運動はニュートンの運動法則によって説明されます。これにより、時間が宇宙全体で均一に流れるという直感が生まれます。しかし、この直感は、特殊相対性理論の高速度普遍の原理や、一般相対性理論の等価原理を考慮すると、実際には時間の流れが観測者の運動状態や重力の影響を受けることを示しており、時間の理解を再考させます。高速度普遍の原理は、光の速度が観測者の運動状態に関わらず一定であるという特殊相対性理論の基本原理です。この原理により、異なる運動状態にある観測者が、時間を異なる速度で経験することが明らかになりました。つまり、時間の流れは相対的であり、絶対的なものではありません。等価原理は、重力場内での自由落下状態と、外部から力が作用しない、完成形を等価とみなす、一般相対性理論の原理です。これにより、重力が働く場所での時間の流れは、重力のない場所とは異なり、重力が時間に与える影響を示しています。具体的には、強い重力場の近くでは、時間が遅く流れることが予測されます。一般相対性理論は、重力を時空の曲がりとして解釈し、質量のある物体が時空を曲げることによって生じる現象として、重力を説明します。これにより、重力とは時空の幾何学的な性質であり、単なる力ではないことが明らかになります。時空の曲がりが重力の原因であり、この曲がった時空を通ることが、物体に重力が働いているように感じさせます。時間の放出と物体の運動、重力と力が時間に与える影響について深く掘り下げ、一般相対性原理に基づく新たな理解を提示しています。重力と時空の関係、時間の相対性、および力と時間の相互作用の理解を通じて、私たちの宇宙に関する根本的な洞察を深めています。空間移動と重力の理解について、
一般相対性理論の枠組み内で考えることは、時間と空間の関係性、そしてそれらがどのように相互作用するかについての私たちの理解を深めます。この理論は、空間と時間が独立したものではなく、相互に関連する時空の概念を導入します。以下に、この理論に基づく空間移動と重力に関する理解を詳しく解説します。一般相対性理論において、時空は質量を持つ物体によって曲げられると考えられています。この理論は、重力を物体間の力としてではなく、質量によって歪められた時空を通る物体の運動として解釈します。この視点から、空間方向への移動や重力の効果は、実際には時空の構造に深く根ざした現象であり、これらの現象を通じて、時空の本質に迫ることができます。空間方向への移動を考える際、特に重力が関与する場合、その運動は時空の曲がり具合によって大きく影響を受けます。例えば、地球の周りを回る衛星は、地球によって曲げられた時空を通っているため、特定の軌道を維持しています。この運動は時空の幾何学的な性質によって決定されるため、重力が作用する場所では、時間の流れもまた変化します。重力が強い場所では、時空がより強く曲がっており、これが時間の遅れにつながります。この現象は、地球の表面よりも高い場所で、時間がわずかに速く進むことによって、観測されます。これは、時間の流れが重力の強さに依存することを示しており、空間移動と重力の理解において、重要な役割を果たします。結論として、空間移動と重力は時空の構造と密接に関連しており、これらの現象を通じて時間の本質を理解することが可能になります。一般相対性理論は、空間と時間が互いに関連し合っている複雑な構造を提供し、重力を含む宇宙の動作原理を新たな視点から捉えることを可能にします。この理論により、私たちは時空の曲がり具合が物体の運動にどのように影響を与えるか、そしてそれが時間にどのように作用するかについて深い理解を得ることができます。時空中の最短ルートという概念は、物体の運動と時間の流れを理解する上で中心的な役割を果たします。この概念は、アインシュタインの一般相対性理論から派生したものであり、ニュートンの慣性の法則を時空の枠組み内で再解釈したものです。具体的には、物体は外部から力が作用しない限り、時空中で最も効率的な経路、すなわち幾何学的に最短のルートを進むとされています。ここでの最短とは、距離だけでなく、時間も含めた概念であるため、時空の最短ルートを即地線とも呼びます。この運動法則の背後には、時空が質量を持つ物体によって、どのように曲がるかという、一般相対性理論の革新的なアイデアがあります。質量の大きな物体が存在すると、その周囲の時空が歪み、その歪んだ時空を通過する物体の経路が影響を受けます。この時、物体は外部からの力がなくても、時空の曲がりに沿って移動することになり、これが自然な運動の経路となります。例えば、地球の周りを回る衛星は、地球によって曲げられた時空の中を移動しています。衛星が地球の周りを回る軌道は、その時空の中で最短のルートを取ることによって決まります。この軌道は直線的ではないものの、曲がった時空の中では、最も効率的な経路となります。この法則はまた、重力の本質を理解する上でも重要です。一般相対性理論によれば、私たちが重力として感じるものは、質量によって曲げられた時空を通る物体の自然な運動の結果です。つまり、重力は物体間の力としてではなく、時空の幾何学的な性質の現れとして理解されます。結論として、時空中の最短ルートを進むという運動法則は、物体が自然に従う運動のパターンを示し、時空の曲がり具合が物体の運動にどのように影響を与えるか、そしてそれが時間の経過にどう関連するかについての深い洞察を提供します。この理解は一般相対性理論が提供する時空と重力の関係性に対する我々の理解の基礎を形成しています。一般相対性理論における外部からの力の影響について考えるとき、私たちは物体が時空中をどのように移動するか、そしてその運動が時間の流れにどのように影響を及ぼすかを理解する必要があります。
この理論では、物体が外部から力を受けない場合、自然に時空の最短ルート、つまり即地線をたどることが示されています。これは、物体の運動が時空の幾何学的な性質によって決定されることを意味します。外部から力が作用すると、物体の運動はこの自然な経路から逸脱します。この逸脱は、物体の時間方向が力によってねじ曲げられることを意味し、結果として物体の経験する時間の流れが変化します。この現象は時間と力が密接に関連していることを示しており、力が時空の構造に直接的な影響を与えることができるという考えを支持しています。例えば、地球の重力場内で投げ上げられたボールは、外部からの力投げる動作によって、その自然な落下軌道から逸脱します。ボールが上昇する過程で、その運動は時空の最短ルートから外れ、ボールの時間の流れが変化します。この変化は微妙であり、日常生活で直接感じることはありませんが、時空の曲がり具合と物体の運動が相互に影響し合うことを示しています。この関係性は、時間と空間が相互に関連し、外部からの力がその関係性にどのように影響を与えるかを理解するための重要な鍵を提供します。力が作用することによって、物体の運動が変化すると同時に、その運動の変化が物体が経験する時間に影響を与えることは、一般相対性理論が提供する時空の理解を深めるものです。結局のところ、この議論は、時間と空間、そして力の相互作用が、どのように絡み合っているかを示しています。外部からの力の影響を理解することは、時空の本質と物体の運動の本質を理解する上で不可欠であり、一般相対性理論が、私たちに提供する宇宙の理解の枠組みを豊かにします。今回の動画は以上になります。私たちは時間と空間、重力、そして力の相互作用についての深い理解を目指しています。時間の本質への探求を進めることで、私たちは宇宙の根本的な法則についての理解を深めることができます。力に関する探求は、時間に対する私たちの理解をさらに拡張し、より包括的な視点から時空を捉えることを目指しています。私たちは時間という概念を新たな視点から考察することが促されます。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。